えと今日はですね新しくなった寄せ見亭のデスクトップ背景を変更する方法をいくつか紹介したいなと思いますまず最も簡単なのはですね、えー、マウスボタンをね、あのー、クリックしてください右でも左でもですねどちらかクリックしますと、まあ、ご覧の図のようなですね選択項目が 画面に表示されますのでデスクトップのバックグラウンドを変更というところここありますねをポイントを持ってきましてあのクリックしますするとですね、えー、ご覧の通りのですねデスクトップとスクリーンセーバーという画面が現れますので用意されている、ね、背景画像 のいくつかをまた別の方法としてですね、えー、スポットライト検索を使うというやり方もありますデスクトップのね右上のメニューバーにある虫眼鏡のねマークをクリックしますとあこの図のようなですねスポットライト検索を が画面に現れるということなんで,す、ね、でここでですねあのデスクトップと入力しますそうしますとですねこのような検索結果が出てきますデスクトップとスクリーンセーバーというふうに出てきましたんですけども、まあ、そのこの この部分をですね、クリックすればよいです。まあ他にもですね、あのー、実はですね、デスクトップ背景の変更はあの、システム環境設定からもできるようになっています。まあ、本来はここなんですけどね、まあ、これも簡単で、Apple メニュー、あのリンゴのマークありますよね。Apple メニューから、あー システム環境設定画面を出るようにするんですね。そしてメニューバーからあの表示を選択しましてデスクトップスクリーンセーバーを選択という順序になっています。まあ、関連動画もありますのでね、よかったら見ておいてください。 まあ今回はこれで以上なんですけども、まあ、チャンネル登録ですね。まあ、でよかったらお願いしたいなと思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。